館に移動するようにしてください。あと春休み中の部活動時間について少し訂正が入ります。春休みの部活動時間おーすお邪魔します。何俺のせいか。もっと他にないから。マチは整理されたものが嫌なの？真っ白な雪の道や片付いた部屋とかそういう。そう、怖いから脅迫されてるみたいで息が詰まった。頑張ったね。たくさんたくさん頑張って頑張ったね。ダメだけどそれでも褒めてくれる人がいた。なんでなんかなかったのに。足跡。ごめん、マジごめん。雪が降る頃まで忘れないでいてくれるだろうか。一緒に歩いてくれるだろうか。降ればいいのに。やいのやいの、うるさってるお前さんは。大丈夫ですか。明日予定入ってた？いえ。じゃあ場所が嫌とか。あ、他に行きたい場所が。町の目にはこの世はどんな風に見えてるのかなって思って。はい、お土産だよ。町降ってくるみたいで綺麗だったよ。ほんのりと光り出す。あの人、あの人は変わった。寂しさがあの人を蝕んでいくようにも見えた。でも今は心から楽しそうに笑っている感じ。マチ、よかった。ちょっと来るの早かったかなって思ったけど、マチがいた。これって俺がお土産で渡したモミジ？返して。あ、別に深い意味なんかないです。ただ捨てるのもなんだと思って。しおりに。だって大切にしてくれてたから嬉しい。本に挟みまくってるだけで大切にしてるわけじゃないです。でも気に入ってるから使ってるんだろ。気に入ってなんかいません。大きくて使いにくい。返します。お、じゃあ赤が好き？質問の答えやっともらえた。覚えてた。トールのクラスもお花作りなんだね。え、あ、マチ、何か用事あった？用はないです。おい、ちょっと待った。挨拶を見かけたから、ただ挨拶しようと思っただけで。ありがとう。あった！これ何？花です。え、嘘、本当？俺が作ったやつよりひどいよ。花です。マチに会いたい。大勢の人がいる中で自分一人だけを見つけ出してくれたこと、奇跡みたいに幸福なことなんだ。そんな会長だったから私みたいな人間に気づいて声をかけてくれたんだって思うから。こんなところにいたんだね。自由をくれた。見つけてくれてありがとう。ユキ。
よかった。もしかしたら来ないかと思ったよ。少し渋ってただろ。大人の階段登っちゃったんだ。だから言ったのに。来たい時はいつでもおいで。向こうで浮気するとか心配されたら嫌だからね。そんなこと別に思わない。嘘。人間素直が一番だよね。嫌なやつ、嫌なやつそのものです。私も寂しい。追いかける、絶対追いかける。